シェア畑菜園アドバイザーの高木です。今日はトマト、そしてナス、ピーマンのこれだけやると差が大きく出る5月にやるべき作業についてご紹介していきたいと思います。4月の後半に入ります。いよいよ夏野菜のね、植え付けシーズンに入ります。夏野菜の代表といえばね、やはりナス科の野菜ですよね。トマト、ナス、そしてピーマン、これらすべてナス科の野菜になります。トマトですとミニトマト、そして中玉トマト、そして大玉のトマト、ナスも最近品種がいろいろ増えて、長ナス、ゼブラナス、白ナスといった種類がね増えています。ピーマンではね、山長唐辛子、万願寺唐辛子、そしてパプリカなど、こちらも、たくさんの種類が出ています。これすべて、ナス科の野菜で、ナス野菜のねメインの野菜になると思います。今回はね、このナス科の野菜、5月のやるべきことについてご紹介したいと思います。特にね、やっておくとね差がつくポイントについてご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。実際に作業をやっていこうと思いますが、先ほどね差が出るという表現をいたしましたけども、これはねどの野菜共通して言えることですけども、初期のお世話、これをねしっかりとやっておくということが必要になります。初期の対応をおろそかにしてしまいますと、後半になってねこれを巻き返すというのはなかなかね難しいものになります。例えばね、収量が少ないからといって大量にね追肥をね与えたとしても抜本的なね改善にはなりません。逆に悪影響がね出てしまうことがあります。ですので5月というのはね非常に野菜にとって重要な時期になります。しっかりとねこの5月の作業をやっていきたいと思います。5月の話に入っていきますが、撮影のこのタイミングは4月の終盤ですが、皆さんね苗を植えられる状態かどうかしっかりとね確認していきましょう。チェックポイントが3点あります。1つ目、元肥はしっかりと入っているか、土作りがしっかりとね終わっていることが重要になります。トマト、ナス、ピーマンではね少しずつですけども土作りの観点が変わってきます。トマトだけはね窒素型にしてしまうと、初期に肥料を吸収しすぎて芯止まりという症状が出てくることがあります。葉が暴れるという表現もします。茎やそして葉ばかりが育ってしまって、発育初期にずんぐりむっくりの株になってしまうという状況が見受けられます。そうしますとね、花房がつく段数が少なくなってしまいますので、当然収穫量も減ってしまいます。トマトはね窒素分は控えめで、牛糞を2リッター、そして鶏糞をね50から 100cc 程度でいいと思います。一方ね、ナスあるいはピーマンは長期間ね窒素分を吸収していきます。ですので元肥については牛糞が2リッター、鶏糞が 100cc、 そして油かす、これも 100cc 程度入れていただくといいと思います。2つ目のチェックポイントです。畝はしっかりできているか確認しましょう。このようにね10センチ程度の高さの畝にしていただいて、マルチをね使っていきましょう。マルチをね使うことで猛暑の夏をしっかりと乗り切りましょう。昨年度の状況をね踏まえますと、マルチがないのはねちょっと厳しいかなと思います。今からでも遅くないんでね、設置をぜひ検討してみてください。3つ目は水はけの状態ですね。失敗の原因としてね、水はけは非常に大きな問題になります。水はけが悪いとね根腐れ、そして病気の発生に通じるものがあります。気をつけましょう。畝間のね土もしっかりと耕して、水はけがね悪いようであれば水を作ってあげて、そこをね水が流れていくようにしていただいた方がいいと思います。またね、畝がね浸水してしまうということを避けるためにも、水を作っておくというのは有効な手段になると思います。まずね、最低限この3つのチェックポイント確認していただきたいと思います。5月の作業のポイントに入る前に、実際にね苗の植え付け作業をやってみたいと思います。この植え付けが始まらないことには、トマト、ナス、ピーマンのね差が出るね初期のお世話にはつながりませんので、しっかりと植え付けをしたいと思います。今年はね新しい品種のチャレンジをしていきたいと思います。株式会社坂田の種のおうち野菜シリーズを植えていきたいと思います。この中で一品種は今年ね出た品種ということなので、どのような育ち方をしていくのかチェックしていきたいと思います。こちら見てください。坂田の種のおうち野菜シリーズの中のパプリーナというパプリカの品種になりますね。赤、そして黄色、オレンジ、このような様々な色のね用意しました。これのね特徴としては、収量がよく秋頃までねたっぷりと収穫ができるのが特徴の品種だそうです。生食でもねとてもフルーティーで美味しい野菜だと聞いております。挑戦したいと思います。もう一つはねこれです。夏豊作というナスになります。最近人気のね長ナスの品種になります。特徴としては猛暑をね乗り越えて秋までね収穫が楽しめるという特徴があるようです。油でね炒めたりするとトロトロの食感になるということで、
非常にね、楽しみです。この2品種をね、やってみたいと思います。はい、それでは実際にね、植え付けしていきましょう。こちらの上に3株植えていきましょう。植え方のポイントについてご紹介します。まず位置を決めてください。株間ほぼ40センチ以上上げていただくといいと思います。マルチカッターでこのように穴を開けてください。もしね、足らないようであれば少し植物を使って中の土を出してください。でここに植える苗をまずポットごと入れてみます。私の場合はマルチの面よりポットの土の面、これが1センチ程度こう上になる位置で深さを決めています。ですからちょっとこれ深いんで入れます。大体こんなイメージですね。でここに水を入れます。そしてできれば植える30分ほど前にね、たっぷりとこれ水をここに与えてあります。苗植え付けの前に基本的にはこのポットの中に水をねたっぷりあげて30分ぐらい置いていただいて、ここに植え付けるのがいいと思います。時間がない方はね、ここに入れていただいても OK です。この水がね引いたら植えます。はい、この時にね、そこがデコボコしていると根がねしっかりと活着しづらいので、そこの部分もね少し鎮圧しておくといいと思います。はい、では植えます。必ず苗は人差し指中指の間にこの軸をこのように挟んでいただいて、繰り返してポットを外していただくという作業になります。でこれをここへ入れます。まずこの周囲の土を少し崩して、このポット苗の土と畑の土の間を埋めてください。しっかりとこれ鎮圧してください。その後今掘り出したやつですね、掘り出す土をこのように苗の周りにかけていただいて、ここで今これが1センチ高く私やってますんで、まず土をこのように入れたら親指と人差し指の間に苗を挟んで、ここで一気にぐんと1センチ上がってたやつを沈めて、この面とこの苗の面がほぼ水平になるように、平面になるように植え付けていきます。あまりねこれこの時にグッと強くやってしまうと根が切れてしまうので要注意です。これでね完成です。夏豊作もねこのように今植えてあります。パプリーナはねこのように3種類別の場所に入っています。パプリーナは初期はね茎がね少し弱いという特徴があるようなので、このような棒などを使って枯れ土を立てて苗を固定しています。皆さんもねぜひやってみてください。ということでね、植え付け作業をやってみました。この2品種については今後のね生育をご紹介していきたいと思います。またねこの2品種や他のねおうち野菜シリーズもあるようなので、興味ある方はこの概要欄に記載されてますのでチェックしてみてください。ここまでが5月前半までの作業になります。この苗の植え付けが遅れてしまうとどんどんね栽培自身が遅延してしまいますので気をつけましょう。それでは5月に差が出るやるべき作業をご紹介していきます。1つ目、防寒、そして風対策です。寒い地域以外はねあんまり関係ないと思いますが、夜間ね冷え込むような地域ですと防寒した方がいいでしょう。防虫ネットを使って行灯の設置やビニール袋や運袋等を使って行灯、またはねホットキャップなどを使ってトンネルをしてみてください。防寒のね意味合いでなくとも、苗がね少しね小さいものしかなかった方、初期はね行灯をしていくと初期生育に大きな差が出ていくことがあります。やってみてください。またね強風によってね茎が折れてしまう現象があります。これをね防ぐためにも行灯がね有効なので、ぜひやってみていただきたいと思います。2つ目、害虫のチェックですね。植えた後皆さんね安心してしまって害虫チェックをしない方がおられます。ここにね大きな差が出てくることがありますので気をつけましょう。差が出てしまう要因として多いのはアブラムシですね。苗のこの成長点、あるいはこの葉っぱの裏面、こういったところにねアブラムシが付着します。養分を吸ってしまって苗の成長を阻害するので、大きな差がね生まれてきてしまいます。必ずね週1回程度は観察していただいて、成長点そしてこの葉の裏を注目してみてください。軽くねこのように引っ張って簡単に抜けちゃうようですと、コガネムシにねやられてますので、すぐに植え替えしましょう。ここもね大きな差につながってしまいます。続いて3つ目です。支柱の設置とね誘引です。今仮支柱を立てましたが、成長に合わせて誘引する箇所を上の方にしたり、本支柱に切り替えるなどして成長をね促進していきましょう。
ここをこまめにやってあげないと茎がね強風等によって折れてしまうというようなことがよくあります。またねタイミング悪いと根を切ってしまうことがありますので、成長に合わせてねしっかりと誘引していただきたいと思います。仮支柱からね本支柱への切り替え、私は本支柱は1500の支柱を使うようにしてるんですけども、苗の高さが40センチ、これを超えたらですねもう本支柱に変えていただいた方がいいと思います。で誘引する場所は下から大体3分の2ぐらい上がったところでまずポンと1箇所きちっと止めていただくということが大きなポイントになります。これがね難しいという方が実際いらっしゃいます。この場合ね最初から本支柱を立てていただいてもいいと思います。特にねトマトなどはもう本支柱でも差し支えありません。このねパプリカで例にしますけども、もし本支柱を使う場合でしたらマルチカッターで開けたこの縁に沿う形、ここにその本質を立てるというのがいいと思います。あまりにもこれ近いと苗ポットの土、ここを傷つけますね。そうするとここにはこの苗の根っこがいっぱい入ってますから、なるだけマルチカッターの一番外側、ここを狙って支柱を刺していただく、このやり方がいいと思います。ここからねもっと今度こっち離れてしまうと苗までの距離が長くなってしまうので誘引効果が薄れてしまいます。ですのでマルチカッターで上げた際あたりに支柱を立てていただいて、しっかりと麻紐あるいはこのような重具を使って誘引していただくといいと思います。根をね切断してしまうとそれだけ大きな成長差が出てきてしまいます。気をつけましょう。そしてナス科のね、最重要ポイントです。一番花をしっかりと育てましょう。一番花をねしっかり育てることによって株がねたくさんの実をつけるようになります。トマト、ナス、ピーマン共通で一番花はね、大切にしてください。ナス、ピーマンなどはね小さいうちに取りますが、トマトについてはね取ってしまう方、あるいはそのまま育てる方、両方ともおられますということで、特にこの一番花はね切ったりしないで大事に育てていきたいと思います。ここがね大きな差になってきますので、最初に言った3点、防寒風対策、害虫の被害、誘引作業、これがねおろそかになり一番花が落ちてしまうことがないように気をつけましょう。今回はね以上です。この動画がね面白かった方、役に立ったという方、ぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。